福岡市は、福岡県西部に位置する市。福岡県の県庁所在地であり、政令指定都市である。近畿地方異性の西日本では2番目、東京23区を除いた全国の市でも横浜市、大阪市、名古屋市、札幌市に次ぐ5番目の人口を要し、九州地方の行政、経済、交通の中心地として、同地方最大の人口を有する。 福岡市のスカイライン、博多湾に面する、この地域は古来から博多として認識されており、大陸方面への玄関口として利用されてきた。中世に商人による自治都市が形成され、戦乱でたびたびき払われながらも、豊かな町人文化を育んだ。豊臣秀吉の手で復興された後、黒田氏が福岡城とその城下町を築いたことで、中川を境に、 西が城下町としての福岡、東が商人町としての博多となった。その後、江戸時代から明治時代初頭にかけて福岡と博多は共存していたが、1876年に福岡と博多は統合され、福箔となり、その後、福岡と解消された。九州地方の行政、経済、交通の中心地であり、 同地方最大の人口を有し、西日本においても大阪市に次ぐ人口を要する都市である。北九州市とともに形成する北九州、福岡大都市圏は、都市単位の経済規模において、日本の4大都市圏に数えられる。市内総生産は、特別区部である、東京23区を除けば、大阪市、横浜市、名古屋市に次いで、国内4位であり、 福岡市は三大都市圏に次ぐ高い経済力を持った都市である。明治維新の近代初期は現在のように九州地方で最大の都市ではなかった。当時、九州地方最大の都市は長崎市、鹿児島市であり、九州地方を統括する中央の出先機関は熊本市に置かれるなど、九州地方における福岡県を呼び、福岡市の重要性は低かった。 1899年博多港、開港、1911年九州、帝国大学設置に橋を発して発展が進み、徐々に九州地方の中枢として位置づけられるようになった。1910年代に熊本市の人口を抜き九州地方最大となる。1920年の人口統計では、熊本県の人口の2倍を超えている。 また、この時期から九州を統括する中央の出先機関は、福岡市に移行している。1963年に五四合併で北九州市が発足すると、同市の人口が九州地方最大となったが、その後、昭和後期の日本における炭鉱の相次ぐ、閉山、第三次産業の急速な発達と、政令都市指定、山陽新幹線博多延伸などを経て、 1979年に、再び、福岡市の人口が、九州地方最大となった。2010年以降、福岡市は、人口増加数、増加率とも、政令市の中で最も高く、現在もなお年間1万人を超えるペースで、増加傾向にある。2015年には、神戸市を抜き、全国でも5番目に人口が多い市となった。 2020年5月には人口が160万人を突破した。玄界灘の域や津島を挟んで大韓民国があり、同国南部の主要都市である富山までは福岡市から直線距離で2 0 0トル程度である。また中国の上海市までは同様に8 5 0トル程度といずれも東京より近い。これらの事例のように、 近隣諸国の主要都市が、おおむね 1000km 圏内に存在しているため、博多港、福岡空港から、韓国や中国、台湾などの他東南アジアの主要都市への航路が、多く設定されており、これらの地域からの観光客が、増加傾向にある。古来から、朝鮮半島のある大陸との玄関口となっている、福岡市は世界においても影響力を持つ都市として、 日本の森記念財団が2019年に発表した世界の都市総合力ランキングでは評価対象となった都市の中で世界42位、国内3位に評価されている。また、同財団が国内の都市の魅力や持続性を評価した都市特性評価では京都市に次いで国内2位である。グローバル創業 雇用創出特区として北九州市とともに国家戦略特別区域に指定されている。また、福岡市で開催される国際会議数は東京に次いで国内2位であり、北九州市とともに国際会議観光都市にも指定されている。福岡市の都心は天神と博多の両局がある。天神地区は福岡市役所と西鉄福岡駅。 福岡市地下鉄天神駅のほか、多数の百貨店やファッションビルが集積する九州最大の繁華街である。博多には九州最大のターミナル駅である博多駅があり、多数の新幹線や特急列車が九州各都市を結んでいる。また、福岡空港も地下鉄で数分と至近距離であるため、駅周辺は大企業の支社が集積するビジネス街となっている。 天神と博多を隔てる中川の中洲に形成された歓楽街は中洲として全国的に有名である。中洲は西日本一の歓楽街とされ、東京の新宿、歌舞伎町、札幌、すすきのと並んで日本三大歓楽街の一つとされる。天神、博多、中洲、長浜などで夜間に常設される屋台の数は日本一で、 屋台目当ての観光客も多い。1995年には、複合商業施設キャナルシティ博多が、中洲の東側に、開業。2011年には、九州新幹線博多延伸に伴い、博多駅に複合商業施設 JR 博多シティ。2016年には、切って博多が開業した。博多駅周辺の商業施設の集積が進んでおり、 天神地区との商業地競争が激化している。福岡都心の地価は年々上昇傾向にあり、天神木村やビルで1平方メートルあたり620万円、博多駅東が1平方メートルあたり388万円と、東京の一等地と比べても見劣りしない価格であり、東京と中央区東銀座の平均地価を上回っている。福岡市の主な副都心としては、 西人とカシーが挙げられる。両者の周辺には、高校や大学、専門学校が多数存在するほか、ウォーターフロント開発地区として、西人の北には、シーサイドも持ちが、カシーの西には、アイランドシティが隣接している。特にシーサイドも持ちには、福岡ペイペドーム、福岡市総合図書館、福岡市博物館、報道各社といった文化、 エンターテイメント施設が集積している。天神や博多などの福岡都心は、福岡空港に近く、超高層ビルが建てられないが、福岡市内の高さ100メートル以上の建造物の、ほとんどが、この両福都心の近辺にある。この両福都心ほど大規模ではないが他に、福岡市の副都心として挙げられる地域は、大橋や名の浜がある。 福岡市の衛星写真2015年10月撮影九州の北部。日本海に面した半月型の福岡平野の大半の部分を地域とする。北は博多湾の北辺に位置するサスである海の中道、陸系島である志賀島、西は糸島半島の東部まで地域となっている。南、南西はセフリ山地に含まれる山間部まで地域が伸びており、 佐賀県に接している。他に、友人当初として、博多湾上の野古の島や、市の西部で、博多湾港付近の玄海灘上に浮かぶ玄海島、そのさらに西北部にある、小量島を、地域に含んでいる。福岡市から行き、津島を挟んで向かい側に、朝鮮半島がある。日本の人口100万人以上の主要都市としては、 韓国のソウル特別市、中国の上海市、台湾の台北市に最も近い都市で直線距離では、東京特別区から約 880km、大阪市から約 480km、広島市から約 200km、韓国の釜山広域市から約 200km、ソウル特別市から約 540km、中国の上海市から約 890km、 台湾の台北市から約1 2 8 0トルの位置にある。地域の多くは福岡平野に含まれており、一部に小高い山なども存在するものの概ね平坦である。他の大都市と比べて平坦であるため、通勤や通学、買い物における自転車利用の利便性が高い。地域西部、西南部はセフリ山地の一角を成しており、 標高が高く起伏の大きい地形となっている。市街地の海岸部は大半が埋め立て地であり、港湾、住宅などが建設されている。また、博多湾東部には人工島も建設されている。一方、西区の大部分や東区海の中道と島諸部などには自然海岸も残っている。また、玄海島の北方約300メートルに黒瀬と呼ばれる。 幅200メートル程度の岩礁が発達している。黒瀬は、新生代第4期に活動した福岡県唯一の火山島に分類され、玄武岩で構成されている。市内を流れる河川としては、市域中心部を流れる中川、五笠川や市域東部を流れる多た川、市域西部を流れる室見川などの2級河川はあるが、1級河川はない。したがって、 自主水源に、乏しくたびたび大規模な渇水に見舞われている。長大河川はない一方で、前述の通り、平野周辺の山地から短い河川町とやや急な、勾配で、博多湾に流れ込む河川は概ね市街地を経由しているため、集中豪雨があった場合に氾濫しやすく、それが、福岡平野を形成したと見られるが、現代において、 都市地水上の課題となっている。日本海側に面しているが、温暖な太平洋側気候吸収型気候区であり、年平均気温は概ね摂氏17度前後、年間降水量は、概ね1500から1800ミ、mm、リメートル程度で、推移している。なお、セフリ山地やそのふもとにあたる地域はそれよりも多くなる。冬季に日照時間が少なくなる点が、 太平洋側諸都市と異なり、年間日照時間は、おおむね1800から1900時間程度で、九州の他地域に比べてやや短い。冬季の日照時間は少ないが、降水量分布の観点では下記に、降水量のピークがあり、冬季の降水量は、少ない典型的な夏ごく大型の太平洋、側気候であり、島根県伊東の日本海側気候の地域と、 比べ当期の10ミリメートル以上の雨に数と、降雪量が極端に少ないという点で、典型的な日本海側気候とは決定的に異なっている。緯度が低い上に内湾に面している大都市のため、夏季は大阪市などと並んで昼夜を問わず大変暑さが厳しい地域の一つである。6月から真夏日が見られ、7月以降、9月にかけて真夏日の 厳しい暑さが続く。1991から2020年平年値では8.1日と、近年は猛暑日の観測日数も増加している。特に夜間の気温の高さは、日本本土では有数のものであり、ヒートアイランド現象も著しく、戦前からの熱帯夜日数の増加率が、日本の主要な気象観測点で一番高くなっている。平年の熱帯夜日数は、 本土では、大阪市、神戸市、鹿児島市に次いで、多い38.7日で、実に1ヶ月以上に及ぶ。猛暑日30日以上、熱帯夜50日以上となった年もある。九州という低緯度地域で夏季には、より湿った気団の影響を受けやすい上、市街地が博多湾に面しており、湿った海風が入りやすく、気温に加え湿度が高い。そのため、 東京23区や名古屋市など東日本の主要都市と比べ深い指数や暑さ指数が高く体感的な暑さは厳しくなる。近年は特に夜間に気温が下がりにくくなっており2018年8月22日には国内で8例目となる最低気温摂氏30度以上国内観測史上2番目に高い最低気温摂氏30.5度を記録した。 冬季は北側の限界灘を流れる暖流である津島海流の影響を受けるため冬日は非常に少なく全くない年もある。東京23区や名古屋市、京都市などと比べて冬の平均気温は約摂氏2.0度高く気温の面で温暖と言える。しかし北西季節風が吹きつけ曇天の日が多く日照時間は太平洋側と比べて かなり少ないため体感気温は低めである。また比較的大陸に近いために、西回りで強い寒波が流れ込みやすく、一時的に寒さが厳しくなり、最高気温が零摂氏3度台となることもある。降水量は少ないが、降水日数は太平洋岸の初年よりやや多くなっている。 平年の年間降雪日数は15.6日で、積雪は年1から2回、最大5センチメートル程度で、積雪が全くない年も、珍しくない。これは、北西季節風の風上が、朝鮮半島の影響で狭くなっている、津島海峡のため、北西季節風の海上部基層距離が短く、雪雲が発達しないためである。北西風型の冬型では、 吹きそ距離が短く未発達の雲がかかる。福岡市の積雪が0センチメートル3センチメートル程度なのに対し、東、品海上の吹きそ距離が長く発達した雪雲がかかる。鹿児島市が20センチメートル以上の大雪になったという例もたびたび起こる。さわらく南部や山沿いでは積雪量はやや多くなるが、 日本海側や広島市などの山陽地方の山沿いと比べても少ない。年間の雷日数は25.5日と比較的多く、太平洋側と異なり冬季にもしばしば落雷が観測される。夏の晴天日のいわゆる夕立は少なく、首都圏のような中心部直撃の激しい雷雨や公表はない。その分夕立による打ち水効果を期待できず、 熱帯夜が多くなっている。福岡市の地名を参照。西区東区沢田区博多区中央区上南区、南区以下の7つの区で構成される。人口はいずれも2021年11月1日時点の推計人口。当初は極大生で発足したが、1982年に西区から上南区、沢田区が分布された。市の中央部にある天神地区が、 市の中心部で、ここには、数多くのデパートやビルが立ち並んでいる。天神から中川を挟んだ東隣には、中川の本流と支流に挟まれた中洲地形部分があるが、そこが、日本三大歓楽街の一つに挙げられる中洲である。そのさらに東隣は、博多の市街地である。その博多市街地の南東に、博多駅が位置している。中洲から、 博多駅の間の一帯は、オフィスビルや、ビジネスホテルなどが立ち並ぶビジネス街である。天神地区の西及び西南に位置する、大名、今泉、敬語では、1990年代後半頃から主に、若者をターゲットとした店舗が増え、若者の街として、急速に発展している。大名から西へ行くと、福岡城跡がある。 さらに西方、天神から約4キロメートルの位置には、福岡市の福都心をなす、繁華街の西陣地区がある。同地区の北側は1980年代に埋め立てにより開発された土地で、シーサイドも、餅と呼ばれ、当時として、新しい市街地が形成されている。地域東部の博多湾上において、アイランドシティと呼ばれる、人工島が建設中であり、 2000年代後半から2010年代初頭頃にかけて港湾地区と住宅地の一部が竣工している。福岡市では2000年前後から市東部の JR 鹿児島本線西鉄貝塚千円線,線において土地区画整理事業や連続立体交差化事業などの市街地開発事業を実施しており古くから東部の副都心とされる菓子駅。 西鉄シ子駅周辺のシ子地区と JR の旧、菓子総社場跡地を利用した、新興市街地である、千早地区との間、及び、箱崎地区と吉塚地区との間で、整備事業が進んでいる。連続立体交差事業は、千早地区が2004年頃、箱崎地区が2004年3月、シ子地区が2007年3月に竣工した。また、土地区画整理事業は、 箱崎地区、千早地区については2010年頃までに、ほぼ完了し、菓子地区については進行中である。市内南部方面を網羅する、福岡高速5号線や福岡外環状道路を、中核とする都市計画道路の整備も進み、2011年4月に、福岡外環状道路が全線、完成共用されるのと前後して、これに接続する。 新たな主要幹線道路が都市計画道路として整備されほぼ完成している。2012年7月には高速5号線が全線完成し福岡高速環状線となった。市街地形成と関連した重大な動きとして九州大学のキャンパス移転が挙げられる。本部をはじめ多くの学部が置かれていた東区の箱崎キャンパスと主に教養部が使用していた。 中央区の六本松キャンパスを西区に新たに開発した糸キャンパスに移転させる計画である。糸キャンパスへの玄関口となる今宿から須センにかけての地区では糸と地区格整理事業が実施され、西部地区に新たな拠点地域が整備された。キャンパス移転は2005年より開始され、同年には九大学研都市駅も開業している。一方、 六本松キャンパスの跡地には複合施設、六本松421が開業し、福岡高等裁判所、福岡高等検察庁、福岡県弁護士会館などの放送関係の施設も当時に移転した。箱崎キャンパスの跡地では、福岡スマートイースト計画のもと先進的な都市づくりが行われることとなっている。このほか駅周辺再開発事業により、 福岡市地下鉄名野浜駅周辺の名野浜地区に新興の商業地が西鉄大橋駅周辺の大橋地区にも既存商業地がそれぞれ発達している。また、街路は新しく建設された主要幹線道路においては無電中か、街路樹の整備が促進されている。さらに都市景観上の大きな特徴として、 郊外に超高層マンションが林立しているにもも、かかわらず、中心部に超高層ビルが存在しないことが挙げられる。これは、中心部の至近距離に、福岡空港が存在し、航空法の制限表面により、ビルに高さ規制がかかっているためで、博多駅地区では60メートル、天神地区でも70メートル程度までが限度となっている。そのため、市では天神及び、 博多駅周辺500メートル圏内のビルの建て替えなどに合わせて、天神ビッグバン、博多コネクティッドと称した大規模な市街地再開発事業に着手しており、国家戦略特区制度を活用して高さ制限の緩和が行われることとなっている。福岡市全域の内限界島及び少量島を除く都市計画区域34,082ヘクタールのうち、 約半分に当たる17,710ヘクタールが市街化調整区域に指定されており、新規に建築物を建築することなどが厳しく規制されているが、既存集落等においては、一定の区域を定めて、住宅等の一部の建築物の用途に限り、建築を認める制度が、福岡市開発行為の許可等に関する条例で、定められている。 福岡市においては2021年現在も人口が増加し続けており、郊外への開発圧力は依然として高く、線引き制度による規制の重要性は現じていないが、市外化調整区域では少子高齢化の進む既存集落の活性化も課題となっている。福岡と博多都市名は福岡であるが、福岡を称する市の中心駅名は、 西鉄の西鉄福岡駅のみで JR は博多を用いている。福岡は福岡藩黒田市の武家町、博多は古来から国際貿易港としての商人町として栄えた歴史があり、中川を境として福岡と博多はもともとは別々の都市であった。市政志向の際に一文弱があったが、都市名を福岡。 中央駅名を博多にすることで合意。新幹線開通時は博多が玄関口となり、博多の知名度が大きく上回ったが、今日では城下町の外れに位置した天神地区の台頭もあり、かつての福岡が商業の街、博多がビジネス街となった。こうしたことから博多より福岡という名称で呼ばれることが多くなり、博多は 市内の一地区名でしか用いられないことが多くなった。近年の福岡、博多地区は、武家町、商人町を区別する色合いは薄くなり、双方を包含して、九州全体の経済、文化などの中心的機能を担う役割が一層高まっている。以下の各市町に隣接している。括弧内は、その市町が隣接している、福岡市の行政区。 福岡県佐賀県隣接市長のうち、福岡県に属している市長は、いずれも福岡市のベッドタウンとして発達している。しかし、佐賀県に属している隣接市長は、福岡市とは、セフリ山地によって隔てられており、ベッドタウンとして発展するには至っていない。なお、福岡都市県に属している都市、木山町、宮城町は、福岡市隣接市長ではない。 2005年10月1日に佐賀県内の佐賀市とかつて福岡市に隣接していた佐賀郡富士町神崎郡三世村が合併し新市政による佐賀市が誕生したことで県境を挟んで県庁所在地同士が接することになったただし福岡市と佐賀市の中心部は直線距離で 50km ほど離れている海を挟んだ長崎県壱岐市 津島市とも、隣接扱いされることもある。電話料金は、離島特例として、隣接扱いである。かつての帝国大学であった九州大学をはじめ、学生数、約2万人の福岡大学や同1万人超の九州産業大学などの大学が集中しているため、福岡県の中でも20代の人口が多いのが、特徴。また、 断続的な人口流入に伴い、その他の市民の平均年齢も比較的若い状態が続いている。平成22年度国勢調査によると、福岡市の15歳から29歳の若者の人口比率は19.2%で、全政令指定都市トップである。また人口増加率も全政令指定都市トップであり、 1965年から2014年の期間の人口の伸び率は首都圏全域や首都圏大都市と比べても高い。ただし出生率については2008年から2012年の統計で1.24人と低い。福岡市の人口福岡市の原子域にあたる地域の人口95市の合計の人口北九州市の人口市外局番は0級に 諸岡遺跡や吉武遺跡から、旧石器が出土している。縄文時代の遺跡としては、糸島半島東部の大原 D 遺跡で、縄文時代早期の縦穴住居が見つかっているほか、柏原遺跡からは、早々期から、後期の土器や厚め石炉が見つかっている。中期の遺跡として、のため年渡り遺跡や有田遺跡から一位合詞などの、どんぐり類の貯蔵穴がまとまって見つかっている。 後期の遺跡では、元岡瓜を、貝塚、桑原くし、貝塚などの貝塚があり、四海石からは、多数の縄文土器や石器が出土している。縄文時代の福岡平野は海底であったことが、学部大学の調査で判明しており、非前島の端にあたる前期の遺跡ぐらいで、旧石器時代と同様に少ない。 その頃の遺跡として、市内の板き遺跡がある。また、市ま島で発見された金、金印、官位や厚国王印は、一世紀頃の大陸文化との交流を示す貴重な資料である。五漢諸島遺伝にある、県務中元二年和土国笹組光議長が、詩人寺小代部大部山和国の極南海なりみつたけ、市の記事にある印寿は、この金印のことだと考えられている。 また三世紀頃の様子を記述した、いわゆる義芝人伝の記載から、那国は博多付近との説が有力である。ちなみに、この義に調校していたという記録が、金印の発見時に一つの騒動を起こす。天明四年に百姓陣兵により金印が発見された時、主として学者たちが義に調校していたとはけしからん。 このようなものはいつぶしてしまうべきであると強行に、主張し、一時、福岡藩の反論もそちらに傾くのである。それを、藩校、関東館の学長をしていた受学者、亀井南明が体を張って阻止したという。市内各地に古墳が残っており、平野部には、中八万古墳、東高寺剣塚古墳、梅林古墳、今宿大塚古墳などの前方公園墳が点在し、 油山などの丘陵部には、油山古墳群、金古墳群、今宿古墳群などの円墳の分布地帯がある。神宮皇后の三冠性伐伝説がこの地には多く、残る。東区菓子の菓子宮は、神宮皇后が夫である、中愛天皇の神霊を祀ったところである。名国の後ろ身として、大和時代には、名の県、 名のあがたと呼ばれており、日本書紀などにも記述がある。527年の筑紫の木み祝いの乱の後、朝廷が名の積みやけを作らせたと、日本書紀にある。新田手よとある607年、小野の妹子が第二回遣隋使として名の津より渡る。630年には、遣唐使が渡っている。六6 3年、くら最高を目論んで派遣した和国援軍が、 白月の絵の戦いにて、と白城軍に大敗北を喫する。と白城連合軍の報復に備えた山と朝廷は、その守りとして、博多湾岸に先森を廃し、水木、大野城などの城塞を築く。これよりあと、全国から挑発された若者が、先森として、 北部九州に配備され、故郷を遠く離れて軍務につく辛さと悲しみを歌い、万葉集に残されている。757年、串田神社が開かれる。7世紀から11世紀にかけては、国際交流が盛んになり、665年には、畜士館が建設され、これが後に、太財府の迎賓館となる航路館となった。外国からの施設の接待。 検討士などの送別といった、迎賓館としての機能に加えて、貿易事務所、検疫所的な役割も果たしていたらしい。航路館遺跡は1988年に、当時の平和大野球場の外野席の土盛りの下から、発見され、市民を驚かせた。奈良時代は、目の前が海岸であり、施設の船は置きがかりして、小舟で上陸した。なお、 検討支配士の建築を行った菅原道真が901年に太宰府に左遷された時、博多に上陸し、40川の清流を水鏡として自らの姿を見、そのやつれようを嘆いたという。その地に混流されたのが水鏡天馬宮であり、福岡市の都心天神の地名はこのことに由来する。806年東長寺が開かれる。 919年、箱崎法上会始まる。923年、箱崎宮が開かれる。1161年には、平の清盛により、日本初の人工港袖の港が建設された。これは埋め立てにより、不当を築いたものである。天神、博多部はまだ海の底であり、整備された港湾の沿岸部には、箱崎宮、住吉神社。 串田神社などの大きな寺社が立地していた。中世の寺社は貿易の重要な出資者であり、博多の冒険商人たちのスポンサーであった。11世紀の終わり頃から、博多には後に大東街と呼ばれる、東神街が形成された。異国風の建物が立ち並び、多数の外国人商人が行き交う、大都市であった。この時代に、博多にいた、東神商人に、 尺に明がいる中国大陸と博多を先端を組んで盛んに往来し、日宋貿易で富を築いた中国商人は、博多に居住して活発な商業活動を行い、博多の寺院とも結び、その力は中央にも及んで特に、博多綱首と称されるに至った。博多は文化の受け入れ窓口でもあった。1195年ウェサイが博多に、 日本初の禅寺である、正福寺を開いたが、この時も、博多綱なくびらが、物心両面の援助をしている。英才は南宋から茶を持ち帰り、喫茶の習慣を、日本中に広めたことでも知られるが、饅、ま、頭、うどん、蕎麦などの日本人に馴染み深い食物が日本に入って、来たのも、この時期の博多を通じてであった。室町時代を通じて博多は、 年行事と呼ばれる12人の合商の会議によって、姿勢が運営され、日本市場において、初めての自由都市であった。堺と並び貿易都市として繁栄するが、それゆえに、戦国時代には、戦国大名の争奪の対象となり、豊臣秀吉と島津義久の戦いの際に、島津軍によって焼き払われた。九州平定後、 1587年7月24日に、筑前箱崎において、豊臣秀吉は、バテレン追放令を発令した。現行、文英の役における取り替え方の戦いしかしその、反面、他国から侵略の被害にもあっており、869年には、白木海賊が、博多湾に、侵入、1019年には、トイの入港があり、博多は常に、 対外的な脅威にさらされていた。その最大の脅威は、層を滅ぼして、ユーラシア大陸のほとんどを支配した、人類史上最大の帝国、モンゴル帝国である。将来を屈服させたモンゴル帝国の首いが、日本の服属を求め、時の鎌倉幕府がこれを拒否したことから、1274年、モンゴル人、肝心、女神人、 高来人などからなる4万人の元軍が襲来した。10月5日に、津島、10月14日に、息を襲撃し、平戸高島の松浦島の本拠を全滅させた元軍は、10月20日、桃寺玄から博多湾に上陸し、激しい地上戦が展開された。しかし、赤坂の戦いや取り替え方の戦いで敗れるなど、苦戦を強いられた元軍は、撤退を決め、 夜間の撤退を強行したため、撤退中に暴風雨を受け、甚大な損害を被った。幕府は、再度の元軍の襲来に備え、博多湾岸に約2 0トルにも及ぶ石、築地を築いた。この史跡、玄康暴類は、現代にも残っており、暴類という地名も存在する。そして、1281年に元軍が襲来。 博多湾に現れた元軍は、暴類から上陸することを避け、陸系島である志賀島を占領し、博多への進出を伺うが、日本側の総攻撃を受け大敗し、意気投に撤退した。福岡藩初代藩主、黒田長政1587年からは、九州をすべて服属させた、豊臣秀吉により博多の復興がなされた。これを大公待ち割りと呼ぶ。 公益の自由や町人による町の自治が行われ新たな自治都市が確立された。なお当時の博多とは博多湾南岸の東西に渡たる地域を指したものだった。この時の秀吉の意図には文禄、慶長の役で出兵を行うにあたり貿易都市、博多を物流の補給基地として活用しようというものがあったと思われる。 関ヶ原の戦いの後の1600年に、黒田助水、黒田長政親子が、筑全国に入国し、その後市内中心部の中川から東を博多、西を福岡と呼び、そのまま定着した。黒田親子は、小早川秀明の居城であった那島城に入城したが、那島城は、博多湾に面した、小高い丘の上にあるために、城下町が作れなかった。 そこで1601年から当時の慶語村福崎に新たな城、福岡城と城下町を作った。その際、出身地の美全国福岡に由来して城下町を福岡と命名した。黒田藩は博多の町の自治を広く認めたため、町人の商業都市、博多と武士の行政都市、福岡が機能分担しつつ隣接するという全国的にあまり類例のない 双子都市が誕生した。博多と福岡の境界である中川の中洲は、歓楽街としての中洲が発展した。江戸時代を通じた幕府の鎖国政策により、外国との通称が長崎と津島に限られたため、福岡、博多の国際貿易都市としての展開はあまり見られなかった。なお、前述の通り、 天明4年に滋賀市まで機民が発見されている。その後、江戸時代から明治時代初期まで博多と福岡は共存していたが、1876年に地域区分の再編によって、福博という一つの地域区分とした。さらに1878年、軍区町村編成法の施行により、福博が福岡区に解消され、博多を名乗る自治体は一旦消滅した。 1889年に市町村制度の施行に伴い、福岡区が市政を施行する際、市名を博多市にする、あるいは福岡と博多を再分離する声も上がったが、いずれも実現せず、都市名は福岡市となった。市政施行の時の名前争いは深刻で、福岡派と博多派が互いに闇打ちをし合うという、加熱ぶりであったという。 翌1890年、明治23年、第2回司会は、名称問題で紛糾し、採決したところ完全に、賛否同数であり、福岡部出身の議長が、議長席を折り一議員として投票したが、再び同数となり、最終的に、福岡部出身の議長代理者の採決で、福岡と決したものである。明治のこの時点では、福岡と、 博多は別の地域という概念が強く残っていた。そのためちょうど同じ頃、当時の九州鉄道会社が福岡市から現在の久留米市までの鉄道を付設する際、市の中心駅は博多地区にあるということで、駅名は福岡駅ではなく博多駅となった。なお、福岡駅の名は、 福岡市中央区天神に位置する西鉄の駅が名乗り、2001年には西鉄福岡駅と駅名が変更された。なお、1972年の政令指定都市昇格に伴い行政区として博多区が設置され、ここにほぼ100年ぶりに博多の地名が復活することとなった。かつて町人の商業都市として栄えた博多は観光庁の集うビジネス街、 武士の行政都市として発展した、福岡は、繁華街商業地となり、機能が入れ替わった。原始古墳時代古代中世近世明治、時代姿勢思考以後の行政区域の変遷については、行政区域の変遷を参照のこと。大正時代昭和時代福岡市化作史、金子健保作、葉っぱ、のりおし作曲、中山新平。インストゥルメンタル昭和時代。 平成時代令和時代市町村制施行以後、福岡市が発祥の地とされる事象には、東アジア地域との文化交流や貿易によってもたらされたものが多い。福岡市は特徴的な産業構造となっており、再開発事業が進み企業誘致など積極的に行われている。外食産業のロイヤル、総合スーパーのユニード、家電小売りのベスト電気など、 物販やサービスの分野で新しい産業を生み出す土地柄である。しかし一方で大手企業の九州支社、九州営業所、九州支店に依存する支店経済都市としての側面も強い。農業など少なからず行われている。農業市内の農家戸数は3000個程度と他の大都市同様農家戸数は極めて少ないが、 農地面積は3000ヘクタールと、地域面積の1割弱を占める。全農地面積中、他の占める割合は約7割に及ぶ。農業形態は、野菜と牡蠣を中心とする、典型的な均衡農業の特徴を示しており、農業生産額に占める割合の半分程度を野菜が、4分の1程度を牡蠣が占めている。 林業市域南西部などにある山林で、わずかながら過ぎ、日の木伐採を中心とした林業が行われている。漁業博多港は全国に13港ある特定第三種漁港の一つである博多漁港を有しており、また、博多湾における沿岸漁業については、湾内の志賀島、田、箱崎、伊崎、名野浜及び、のこのと、湾港、湾外の広市、 東白、西の浦、玄海島及び、少女島の漁業地区があり、それぞれの漁港や船だまりの近くに、福岡市漁業協同組合の支所が設けられている。福岡市の産業のうち、第二次産業は、市内総生産及び事業所数において、約10%、従業者数において、約12%を占める。いずれも大都市としては、低い水準にあり、市内総生産に占める。 第二次産業の割合は製造品出荷額は小さい。工業の中心は都市型工業である食品加工業や出版、印刷業などの情報関連産業が占めている。福岡市では重工業があまり発達していないため、福岡市内の小学校では5年生を対象に北九州工業地帯にある工場などを見学する。 北九州見学という行事が行われている。伝統工芸品福岡市における第三次産業は市内創生産学の約95%、事業者数の約90%、従業者数の約87%を占めている。いずれの割合も政令指定都市としては最も高い水準にあり、大都市の中でも第三次産業のシェアが 極めて高い都市であることを示している。特に卸売、小売業とサービス業は、それぞれ市内総生産の、約4分の1を占めている。このため、商業、サービス業中心の大都市としての色合いが強く、出ている。他都市と比べ ICT 産業などにも力を入れている。福岡市内の、主な百貨店かつて存在した。 百貨店ブロック自然国七方市スポーツ市2010年9月30日時点における福岡市の外国人登録総数は23,651人。日本の他都市と同様中国人と韓国、朝鮮人で外国人登録者総数の約8割を占める。しかし近畿圏や広島市、北九州市など西日本の大都市では韓国、 朝鮮人登録者数が外国人登録者総数の半分あるいはそれ以上を占めているのに対して福岡市では中国人登録者数が韓国、朝鮮人登録者数を上回る。国際機関領事館名誉領事館、貿易施設上記のほか英国貿易促進事務所が存在したが2005年6月をもって閉所した。 観光促進施設その他外国機関教育施設は、下記、教育を、文化施設については、下記、文化を参照。福岡県警察本部の管轄下以下に示す、警察署がある。括弧内は、管轄区域。交番、駐在所については、各区の記事を参照。福岡市消防局の管轄下各区に一箇所ずつ消防署がある。 出張所については、各区の記事参照。福岡中央郵便局2007年5月、日本郵政公社の民営化による事業拠点集約に伴い、福岡都市圏の郵便物の集約、発送の中核拠点として、東区に新福岡郵便局が開設された。その際、今宿、北崎、須せ寺沢良南の4局は、 主修事務が廃止され配達のみを行う配達センターにそれ以外の郵便局は統括センターにそれぞれ移行し民営化に伴い統括センター設置郵便局に郵便事業会社支店が配達センター設置局に集配センターが置かれたその後郵便事業博多支店が福岡空港近隣に移転し後に博多北郵便局となったため現在の博多郵便局は 集配業務を行っておらず、悠々窓口と支所箱の業務などについては同居する。博多北郵便局博多駅前分室が担当している。九州大学福岡女子大学福岡、大学生南学院大学九州産業大学福岡、女学院大学サイバー大学国立県立私立、私立県立高等学校私立高等学校私立、初等。 中等教育機関男女と学校男子校女子校、国立小中学校自動車教習所福岡、労働局長登録教習機関、登録小型船舶教習所インターナショナルスクール、福岡空港国際線福岡空港と博多港を合わせた外国人入国者数は、成田国際空港、関西国際空港に次ぐ外国人に対する日本の玄関口となっている。また、 博多湖は外国航路の旅客数日本一を誇る港でもある。利用者数、発着数増に対して設備拡張や運用の工夫を行ったが、滑走路が一本であるということは改善されていない。アジアの玄関口、九州一の都市の空港としてスローガンを掲げて、旅客数、発着回数とも2000年頃まで増加を続けたが、 以降2005年まではほぼ横ばいとなっている。九州地方の空港では、路線数、便数ともに抜きん出ている。一方で、市街地に近く東区箱崎の九州大学の真上を飛行する点から、騒音問題や安全面で不安視されている。福岡市地下鉄空港線福岡空港駅から、博多駅までは、約5分、天神駅までは、約10分である。また、 北部九州の立地域からの直通バスが多く運行されている。将来の需要動向やそれへの対応策について2005年からパブリックインボルブメントを行って将来像を検討している。2008年現在将来需要は現在の空港の能力を超えるという資産のもとに新空港建設案を呼び現在地での拡張案の2案に絞って 平成20年度中の一本化が図られる見通しである。JR 線の中心駅となる、博多駅、西鉄天神大牟田線の起点駅となる、西鉄福岡駅 JR 線の中心駅は、博多駅、西鉄の中心駅は、西鉄福岡駅となる。主要駅、乗り換え駅、ターミナル駅その他の駅すでに廃止された、路線博多バスターミナル西鉄天神。 高速バスターミナル、福岡市交通局は発足当初より地下鉄専業であり、元来、福岡市において市営バスは存在していない。市内の大部分は、西鉄バスによる運行で、100種類を超える系統が存在している。乗車方法は、どの事業者も後乗り前折り後払いで、運賃は原則として、整理券による区間制である。 一般路線バスでは一部を除き、非接触型 IC カードの荷もか、早か県、守護かスイカをはじめとした、全国相互利用サービス対応のカードが利用できる。市内の主要、バスターミナル一般路線コミュニティバス2018年3月、現在、福岡市が運行主体となる、コミュニティバス路線は、過去も含めて運行されていない。福岡市、地域、 交通事業者などによる協議会を立ち上げて福岡市内で運行する路線としては以下の路線がある。他に多市町村から福岡市に乗り入れるコミュニティバスもある。高速バス、特急バス市内を発着する高速バス、特急バス路線は以下の通り。なお、福岡空港発着は除く。同空港発着路線については福岡空港高速。 特急、急行バスを参照。夜行、中行ともにある、路線夜行のみの路線博多地区のみで、乗車か博多地区、天神地区の双方で、乗車か博多地区のみで、乗車か天神地区のみで、乗車か博多地区、天神地区の双方で、乗車か福岡市タクシー協会のもと、市内で、約80社が営業している。営業は流しによる営業が主である。また、 福岡都市圏各市町村のタクシー事業者は福岡市内での営業が認められており、これらを合わせると実質約90社、5500台のタクシーが福岡市内で営業している。なお逆に福岡市内のタクシーが上記の福岡都市圏各市町村で営業することもできる。個人タクシーは福岡都市圏の登録タクシー台数の 約3割を占めており、登録台数に占める割合としては、全国的に見ても高水準にある。福岡高速道路市内を通る、主な道路高速自動車、国道有料道路一般国道主な通り名称、元広通り明治通り渡辺通りきらめき通り、中央交差点ニューカメリア号ベイサイドプレイスにある、博多ポートタワービーナスとベイサイドプレイスの商業施設福岡市営都線。 金融3号下記航路は、旅客航路のみ掲載。国際航路国内航路市内航路福岡市 A 都線、フラワーの、子天神地区、キャナルシティ、博多中洲地区 JR 博多シティシーサイド桃地、福岡市博物館、マリンワールド海の中道、このほか各区にも、市民センター併設の小規模図書館、と書室がある。 住吉大社東長寿博多祇園山笠、スポーツ大会は別期。HKT48 劇場福岡ペイペ、ドームベスト電気スタジアム実際に、福岡市で撮影が行われていないものを含み、福岡市で撮影を行っていても設定上、福岡市が舞台になっていないものは含めない。漫画、アニメテレビドラマ小説映画ゲームソフトドキュメンタリー。ありがとうございます。